エルロン・エレクトリック・インダストリーズは、イスラエルのテルアビブに本拠を置く IDB ・デベロップメント社が保有する技術系投資企業。アルゼンチン・ブエノスアイレス出身在住の富豪、エドアルド・イルシュタインを中心とする投資家グループで設立された IDB ・デベロップメント・カンパニー・リミテッド社の技術系投資部門となっている。1962年の設立以来、 30を超える企業の設立、資金調達、開発などに関わっており、イスラエル、ハイテク産業基盤の一つとみなされている。エルロンの主な投資先として、医療技術、電気通信、クリーンテクノロジー、半導体、情報技術、航空宇宙産業などが挙げられる。エルロンは1962年、イスラエル空軍の将校であったダントルコフスキーが、 起こしたベンチャーキャピタルファンドディスカウントインベストメントコーポレーションの支援を受けたウジアガリルによって設立された。ガリルは1947年にイスラエル工科大学を卒業し、1948年イスラエル海軍に入隊し、無線システムの保守責任者として従事している。1952年、 ガリルは電気工学の修士号を取得するためアメリカのバデュー大学に派遣されている。米国に在学中はモトローラの研究室に勤めており、世界初のカラーテレビを開発した研究チームの一員であった。しかし、1954年、4年の兵役を果たすため海軍に戻っており、そこでディスカウントインベストメント社から研究資金の提供を受けている。 米国のモドローラで働いた経験からハイテク産業に関心を持ったがアリルはイスラエル発のハイテク企業のスタートアップを始めることを決意している。海軍に在籍しながら友人であったベンジャミン・サンドラーと共にハイファで会社を立ち上げ、その後ハイファ技術学校の教師であった友人ギデオン・キルシュナーがヨカを利用しエルロンに参加している。またエルロン発となる製品は 医療や電子機器向けの測定装置であった。1958年にガリルは海軍を退官するが、会社は十分な収入を生み出しておらず、イスラエル工科大学の物理学研究所での仕事を得ている。そこで当時、航空工学教授だったモーシェア・レンスが、ガリルにダントルコフスキーを紹介している。そこでガリルのアイデアに魅了されたトルコフスキーは、 ディスカウント社の取締役会を説得し、エルロンに対し資金提供が行われている。エルロンは1962年に資本金16万ドルで正式に設立し、3年の間で年間収益額は100万ドルに達している。1966年、当時の国防副大臣であったシモン・ペレスは、エルロンとガリルを訪問しており、 そこで、防衛用途のミニコンピューターの開発を行う会社の設立をするよう説得している。当初、エルビットコンピューターと呼ばれた新しく設立された企業は、イスラエル国防省とエルロンによる50、50出資による合弁企業であった。1967年に最初の製品であるエルビット -100 ミニコンピューターを発売している。 エルロンは長年にわたって進化したことで、多国籍防衛エレクトロニクス企業であるエルビットシステムズへと成長している。1969年、ガリルはイスラエル工科大学で博士号を取得したばかりの非常に優秀であったエンジニア、アブラハムスハミを説得し、医療及びサイエンスソリューションズの開発に注力する新しい会社、エルシントを設立している。 エレクトロニックサイエンティフィックから取られた新興企業はトルコフスキーの支援によって設立されている。エルシントは MRI や CT スキャナーなどの医療用画像機器を開発している。1972年、エルシントはイスラエル企業としては初となるナスダックに新規株式公開を行っており、1996年までに エルシンとの収益は3億1100万ドルにまで達している。1981年、エルロンはプリント基板、白膜トランジスタ及び LCD ディスプレイアセンブリ作業向け機器メーカーであるコアボテック社の設立に関与している。1983年、ベングリオン国際空港のラウンジでフライトを待っていたガリルは偶然であった。 スタンフォード大学の学者であるレヴィゲルズバーグに対し資金提供を行っている。1981年にデジタル信号処理の開発を行っていた企業、ゾランコーポレーションを設立しており、技術開発に追加資金を必要としていた。1995年、ゾランはナスダックで最初の工房を行い、後に DVD やデジタルカメラなどの家電製品向けの完全な OEM のリーディングプロバイダーとなっており、2007年の年間収益は5億ドルを超えている。1996年、エルビットは3つの独立した会社へ分割されている。1998年、医療診断用ビデオカプセルの開発元である、ギブンイメージングを設立。2012年エルロンは、創立50周年を迎え、医療機器への投資のみに集中することを発表している。 ありがとうございます。